バスケトークラジオ。はい、第238回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸とどうもです。おはこんばんちは。こんばんちは。こんばんちは。ちょっと意外やったやろ。はい、順序が。いやー、トモさん寒いね、今日も。今日もやりますか。ぼちぼちと僕ら、あの、昔からやってるこのノリでやっていきたいと思いますが、はい、トモさん、はいはい、今はね、やっぱり一つ一番大きな話題としては、はい、天皇皇后、何天皇皇后、天皇皇后杯か。天皇杯ちゃいます。天皇杯は男子を指すのかな、もしかして。で、女子は皇后杯なのかな。それを男女総称天皇皇后杯なのかな。あ、そうなんですね。いいことやと思うんですけど、今それで日本一が決められていますと。で、この辺の話題はね、トモさん、マニアにお任せしましょうよ。そうですね、ね、派遣してますんでね、うん、そうそう、明日あたり実際に見てこられた方にちょっと喋っていただくと。そうですね、いうようなことを考えてますんで、皆さんね、もう少しお待ちくださいよと。まあ、そうです。まあね、僕らでも十分伝えることはできるんですけどね。うんまあ余裕なんだけどね。はい、譲ってやろうかなって。そうですね、生意気を言ってございますが。その裏番組で、はい、なんと全国ジュニアバスケットボール選手権大会、6回目なんですって。ね。はい。で、これがね、1月6日、昨日なんですけど、申し遅れました。本日2017年1月7日、日曜日、収録してるんですけど、10時58分という時間でございます。で、昨日の6日に予選が行われてます。で、我々地元の兵庫ではブレイカーズが男女アベック優勝ということで、全国に名乗りを上げているわけですけれども、予選ではですね、四国香川の B ブラバーさんっていうところと、北信越のエスペランサボンバーズっていうところとブレイカーズ、この三つどもえで予選が行われまして、一戦目は B ブラバーさんとブレイカーズさんが対戦して78対43で勝ち上がり、今度エスペランサとブレイカーズさんがゲームをしまして、58対72で、とにかくブレイカーズが勝ってございます。予選無事突破されて、ここから決勝リーグへ上がっていくわけでございますけれども、決勝リーグの、内容をお伝えしたいと思うんですけれど、決勝リーグ、トモさんは知ってる？知らんか。ブレイカーズはね、第1、これシードじゃないんか、決勝トーナメントのだけか。そうですね。カゴさんとやってるんですけど、カゴってどこなの？カゴは、カゴさんってどこなんやろ。excuse me、 すいません、皆さんもう少しお待ちを。カゴさん、カゴさん、カゴさん、カゴってないんだけど。大阪ですね。大阪なんですか。さすがトモさん。E ブロック。E ブロックの2位ですね。ああ、そうなんだ。ああ、省略名でカゴか。で、カゴバスケットボールスクールやって。なるほど、なるほど。そこで決勝トーナメント1回戦を勝ち破っています。はいはい。そして、女子ですよね。女子の方も、待って、男子決勝トーナメント2回戦も終わってますね。終わってますか？終わってますね、どうやら。2
2回戦は B コルか B コルジュニアかなんかかな。こう見にくいんだ見にくいんだけど、ああやっぱ B コルジュニアよあね、B リーグのプロバスケットボールチーム横浜 B コルセアーズのアンダー15チームを撃破しておりますよ、ともさん。はいはい、素晴らしいね、これ。そうですね、53-65。お、結構競ってますね。ねえ、この辺になってきたらかなりハイレベルになってくるんでしょうね。そうですね、そこを打ち破っての、ベスト4に名乗りを上げています。はい、で一方女子はですね、よいしょよいしょよいしょ、女子の予選からいきましょうか、ともさん。はい、女子の予選はどこから見たらいいのかなと、はいはいはい、女子の予選見つけられないB グループですね。 B グループ、あーいた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 、 B グループ、はい、はい、お予選も1位で突破してますね。予選の相手は中国地区の中国エリアの鳥取から、鳥取サンフラワーズ、それから、はい、近畿は兵庫からブレイカーズ、それから北信越は福井のイエロープー、それから関東エリアでは茨城がクラブバロンセットアルボラーダ、すっごい読みにくい名前、これはちょっと難しいですよ。でこの4チームの中で、ブレイカーズが1位で予選を通過しております。で女子の決勝トーナメントなんですけれども、はい、よいしょよいしょよいしょ、予選リーグでしょ。うわー、ほんまにこれ一気に見たいのになかなか見れないんだけれど、出ました、なんとか出ました。サザンっていうところとブレイカーズが60-62、ブレイカーズ2点差。大接戦ですね。確か女子は斉藤コーチが見てるのかな。そうですね。そうやったよね。なんとか勝ち上がっております。そして女子の、決勝トーナメント2回戦は、ありました。H4H フープス4ホープかな、53-56の3点差、またしてもブレイカーズ H4H、 略して H4H を破っております。2回戦突破、ベスト4進出、あと2つ日本一まで。ぜひね、行ってほしいですね。すごない、ともさん。すごいですね。これはね、やっぱり僕素晴らしいなって思うのは、兵庫県のクラブってちょっと遅れてるんですよね、きっと。僕もよく知らないんですけど、ちょっと兵庫県って遅れてるのかなって思うんですよ、クラブ化が。そんな中ブレイカーズアベックで全国に鳴らしていますよ。こんな頼もしいことないね。ほんまですね。すごいな。だって予選3チームでしたもん。ああ、県の予選か。そんなんでしたからね。いやー、今度こそ斉藤コーチ、男子女子ともに逃した日本一を取るのか。中学のね、高須中学校ではね、残念ながらというべきでしょうか、あの、はい、西福岡中学校に敗れベスト4ということでしたけど、今回は行くんでしょうか。ベスト4を決めております、両ブレイカー、男女ブレイカーズ。楽しみですね。
ちなみに明日のゲームはどこなんでしょうか。はい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 、東海市民体育館で行われるそうですよ。女子はどうなんでしょうか。女子どこやろうね。よいしょよいしょ、はい出ましたよ。女子も一緒ですね。ああ東海市民体育館一緒ですね。はい、いやーすごいね、すごい。兵庫県が男女でベスト4に食い込んでるなんてすごい話よ。そうですね。いやーレベルの高いところでございますけれども、トモさんはどう、ジュニアのカテゴリーのバスケ見たことあるの、クラブの。いや、ないですね。ああないんか。俺は試合はないな。そうですね、僕もない。練習は見たことあるけど試合はないね。そうやな、ここも絶対見に行かなあかんわ。相当レベルの高いものが見れるってことですもんね。そうですね、 YouTube とか上がってくるんですかね。上げていいんかな、どうなんやろね。こういう放映権って持ってるんかな、誰か。どうなんですか、ね、どっか大きな会社が持った放映権というか、今なんかさ、チャンネルが多いやん。はいはい。テレビじゃなくとも、まあ、トモさんがおっしゃったように、YouTube もあれば、はい。なんか、スパナビとかさ、うんうん。なんかそういう、こう、ね、ライブ配信するようなサイトもあるわけで、ここもやっぱりぜひ放映権というかね、映像の権利をちょっと取得して、大きい会社がスポンサー的にお金を落としてくれると一気に発展するでしょうね。やっぱりこれ中学のくくりではできないトライやと思うんですよ。クラブだったらそこはできるかもしれないじゃないですか。これもね見れるようになってくるのかななんてちょっと期待しておりますが。そうですね、一応映像協力で、プチフィルム株式会社さんが入ってるんで、プチフィール、なんだそれ。プチフィール、まあもう分かんないですけど、一応映像協力っていうカテゴリーで入ってるので、なんか映像が出てくるんかな。出てくるんやろか。まあそれか関係者だけにとりあえず販売しますよみたいな。ちょっと今調べてますからね。はい。出てこないな、プチフィール。プチフィールね。プチフィールでしょ？フィルム？フィルム。あ、プチフィルムか。はい。あら、このサイトにアクセスできます。なんでこれ？えい。あら、どうしたんだい？出てこないね。あ、プチフィルム株式会社出てきたね。よいしょ。ほんとだ、映像協力やね。そうですね。なんか出してほしいな、これで見たいもんな。はい。なるほど、ありがとうございました。ちょっとすいません、僕もちょっとつたない紹介になってしまって、なんかどんくさい感じになっちゃって申し訳ないんですけど、この辺はね本当にコーチを読んでお話伺いたいなと思ってますし、どんどん兵庫もねちょっと話に挙げましたけど、やっぱりまだまだクラブ化が遅れてるところもあるんで、我々バストラでクラブだって面白いんだぞっていうこととか紹介できたらななんて思っています。特にね今3年生が引退した後、その3年生が、バスケと触れ合える場所になりつつあるんじゃないかななんて思ってるんですけれども、はい、これからのクラブ化に注目でございます。さてトモさん、はいはい、なんか他に喋りたいこととか日常あった話題ないですか。そ
そうですね、いや特にこの前フリートークしたばっかりなんで、うんうんうん、まああれなんですけど、今日バスケットしてきましたよと。おーおーおー、どこでしてきたん？今日は宝塚ですね。おお、そうなんや、宝塚珍しいね、父さん。はい、今日はクラブチームで、僕は育英の方で、ほう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 、育英クラブとして参加してきましたけど、同じ会場ではシニアもね、うん、やられてまして。あ、そうなの？はい、へえー、Pピット、Qピットもやってましたよ。それは何、練習試合？いやいや、公式戦です。あ、公式戦ね。ああ、はいはい、そういうことね。はい、ほう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 、なるほど。バスケットしてきたっていうのは試合か。そうそう、試合をしてきました。そうなんだ。なるほど。どうでしたか？怪我してない？足腰痛くなってない？大丈夫ですね。そうかそうか。で、イクイクラブはどうだったの？なんとか勝ちました。ちょっと人数少なかったんですけど、ね。おお、トモさんも出た？ちょろっと出してもらいました。ああ、そうかそうか。はい。それはそれは。でかくね、宝塚まで行ったんで。そりゃそうやで。へえ、宝塚その会場あるんや。はい、いつもね、この時期は宝塚だった。そうなの。で、まあシニアの先輩方に、うん、年始のご挨拶を済まして。ああ、それね、絶対やっとかなあかんやつやね。はい。うん。まあ、いい年明けでした。そっかそっかそっか。なるほど、僕も挨拶しなあかんのにな。バタ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 してますわ、本当に。そうね、忙しい。キさんは何かありましたか？僕は今日はやっぱりバタバタしてましたね。本当にもう無駄じゃないですけど、やっぱりちょっとだけ時間が一瞬あったので、朝午前中は娘の試合に行ってまして、うんうんうん、練習試合ですけどね、はい、はいはい、もっとたっぷり時間があったらシニアの方見に行ってたんですけど、うんうん、ちょっとその昼からすぐ仕事があったので、終わってすぐ、終わってというか中学の試合は終わる前ですよね、はいはい、もう一瞬だけゲーム見てすぐちょっと移動して、で仕事してましたね。オブ中の試合ですか？そう。だからいつも娘をピックしてそのまま連れて帰ったりすることもあるんですけど、もうそれはなく、はいはいはい、見てそのままも帰っちゃいましたね、はい、そうでしたよ。本当に大して話題ないな。明日もね、僕はバスケット朝早くからあります。ああ、そうやんな。俺もね、明日はそのシニアの S ピットっていうチームの試合が本来あるんですが、はい、ちょっといけないかなという。あ、そうなんですね。そうなんですよ。おやはやけど、ちょっと明日、開始時間がちょっとおかしいですよね。うん、そうなん？それ、この場を借りて教えてよ。一発目が、8時45分なんです。マジで？で、まあ、まあ、悪いこっちゃないけど、おじさんたちに8時45分から体を動かせっていうのはちょっと無謀やなって。ちょっともうそれ事故のもとやで。危険やで、それね。なんかまあ年間通してちゃんと試合をコンスタントにこなしとんやったらちょっとまだね、怖いけど、秋から冬場だけじゃないですか。8時45分からだから、まあ、おぎしゃなしに8時半には着いとかなあかん。そういうことになりますよね。はい、きついな、それ。結構ね、ハードです。ハードやね。トモさんはオフィシャル当たってるんや。そう、1試合目のね。だから僕、まあ、それでも僕の試合も10時から10時5分からなんですよ、2試合目。ほう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 。だから結構2試合目になるんで、10時やったら2試合目か3試合目かな。もう10時ですね。ちょっと笑けるぐらい早いな。早いね。そんな初ちゃん。クラブチームやっとって。いやー、また会場がスケジュールとか、まあ多いんでしょ、チームが。なんでね、なかなか、まあ、その辺の事情もあるでしょうけど。そうやな。
会場ほんま難しいもんな。はい、うん、なるほど。さあちょっとさ、本当に詳しい話は呼ばないとできないんだよね、クラブの話。そうですよね、まあ、ね、中途半端に話してしまってもしゃあないしね。そうやね。でもね、どうしてこの話をしたかっていうと、はい、珍しくリスナーさん、まあ、ペンネームもっちゃんさんからね、ちょっとこのクラブジュニアカテゴリーのクラブについてちょっと話してくださいよみたいなね、ご依頼いただいておりまして、もっと詳しく掘り下げていきたいんですけど、何分どのメディアにも載ってないし、なるほど、まあ、ネットで結果だけを紹介するようなことしかできないっていう残念な感じになってるんですけれどもね、うん、でもね、もっちゃんさん、私はね頑張ってね、このクラブっていうのを押していきたいと思いますよ。ぜひこれからも聞いていただきたいなと思います。はい、うん、なんせね、そのもっちゃんさんのねご子息さんは、ブレイカーズに入れて入っておられるようで、やっぱりその市内大会で負けてしまうようなチームに所属してたらしいです。なるほど。でブレイカーズに入ったおかげで、まあ、全国を経験できたっていうね、このバスケ啓蒙ラジオとすればすごく嬉しい声ですよね。僕はブレイカーズさんのなんだ関わりは、まあ、斉藤さんがやってるんで応援してますけれども、でも特にあれなんですけどね、この回し物でも何でもないんですが、本当にどういうんですかね、純粋にバスケを応援する気持ちを持ってラジオをやってるもんですから、やっぱりすごい嬉しいなって思ったりしますよ。こんな貴重体験クラブがなかったら絶対入られへんからね。そうですよね。いいことやと思うなと思って、もっちゃんさんの話をちょっとここで紹介させていただきました。はい、うん、まあね、そのメッセージの内容ね、そのご子息さん自身もなんかモヤモヤした状態で、なんか消化不良というか、うん、燃焼不足といいますかね、うん、そういうところがあったような感じも受け取れるような内容でしたけど。そうですね。で、まあ市内大会止まりで、ね、中学校も、っていうところですけどね、まあ、全国の舞台で、でね、絶対経験1000よりはした方がいいんでね。絶対いいと思いますよ。たとえそこでミスしようがね、手間やらかそうが、それはすごいいいと思います。そうです、ね、上の大会行くんは、でそれは、親御さんにとってもいいと思います。そうやね、はい、確かに僕よく後輩とかで全国大会ね経験された壮行会なんかでね、はい、話する内容の一つにやっぱりその全国に出るっていうそのメジャーというかね、物差しといいますか、いろんなフィールドにこれから行くわけじゃないですか、はいはい、まあ、一番分かりやすく言うとお仕事なんかで全国レックのレベルでちょっとこの商売で頑張ろうとか、このスキルでどこまで切っていけるのかなみたいなね、感じのことって出てくると思うんですよ。そうなった時にやっぱり最低限これぐらいの努力はしておかないと、ちょっと日本の中のレベルから抜け出せないかなって、世界にまたね出ようなんて思うと相当な厳しい、どういうんですかね、技術の研鑽なのか、何か分かんないですけど、そのフィールドによって違いますけれども、努力しないといけないなっていうことが分かると思うんですよね。これを一つ心の中に持つっていうのはすごい大きなことなんじゃないかななんて思って、よくこういうのを引き合いにして話したりしますけど、そういった意味でも大きな意味でもね、やっぱり経験積むっていうのはいいことだと思いますね。そうですね。まあ、なんかそれ帰ってきたら、そのもっちゃんさんのご子息さんがどんな気持ちだったか聞きたいです。聞きたいな、インタビューしてみたいね。何を感じたかとかね。もっちゃんさん返信くれるんじゃないかな、こう言ってましたよみたいなね。そうですよね。もしかしたらそうやっていただけるのかもしれないですけど、はいはい、そんなんあったらぜひ紹介したいと思います、はい、うん、これ T シャツあげなかったと思います。
え、バストラティ、はい、あ、ほんまやね、ネタ振ってくれてるから、はい、バストラティちょっと受け取っていただこうか。そうですよ、ね、うん、じゃあもっちゃんさん、これきっとね聞いてくださってると思うんで、ぜひダイレクトメッセージでご住所なんかねいただいて、よく抜けるのが郵便番号と電話番号です。うん、ご指名はいただいているので郵便番号と電話番号だけ忘れずに、住所とともに送って、ダイレクトメッセージいただけましたら、サイズもどのサイズが欲しいよっていうのをいただけましたらこちらからお送りしたいと思いますんで、もっちゃんさんおめでとうございます。ともさんのアシストでね T シャツが送られてきますよ。で皆さんもね、これ聞いてる皆さんもね、あのなんかネタ提供してくださった方には、T シャツプレゼントしたいと思いますので、ぜひぜひバストラに参加してみてはいかがでしょうかというところでございます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はこんなとこですかね。そうですね、また明日ね、あの天皇杯についてお話しされると思うので、うんうん、そうやな、この辺はちょっと今日なんやねんって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、密度のこもった、トークを明日天皇杯したいと思いますね。フジモンかな、明日の出番はフジモンか、フジモンかキリ、どっちでしょうね。キリさんは船橋カップ見に行ってたんですよね。そうだからその辺もまだお話しされてないと思う。ああ、そうやな、うんうんうん、はい、その辺も交えて明日収録したいと思います。配信は明後日ぐらいになるかもしれませんが、そうですね、皆さん期待して、待っててくださいねというところですか、ともさん。そうですね、まあ藤本さんがあの T シャツをちゃんと着ていってたかどうか聞いといてください。それはもうチェックしとかなあかんね。あんだけ言いましたからね。ほんまやな。さてさて、皆さんも238回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。もっちゃんさんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸とともでした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。